宮城俊介は、日本の男性総合格闘家。元キックボクサー。千葉県市川市出身。警部所属。元ムエタイオープンライト級王者。元スックワンキントーオンライト級王者。元 WMC 日本ライト級王者。15歳の時に、地元のキックボクシングジムに入会し、キックボクシングを開始。国士館大学に進学後、キックボクシング部へ入部。 学生キックの参戦を機に、梅野源氏に憧れ、フェニックスへ入会。2014年10月、雷門全日本トーナメント 65kg 級優勝。2014年11月、全日本学生キックボクシング連盟ライト級王座を獲得。2015年3月、WPMF ジャパンレベルズ、サック・ウィラソクレック・フェールテックスにて、プロデビュー。 2019年2月24日、ムエタイオープン42ムエタイオープンにて、王者、ショー、センチャイジムの保持する、ムエタイオープンライト級王者のベルトへ挑戦。5R 判定勝ちして自身プロタイトル初体感となる、ムエタイオープンライト級王者を獲得。2019年4月14日、ボム、ザバトルオブムエタイシーズンにて、WMC 日本ライト級王挑戦者、決定戦で、 富士野信也と対戦。1R47 秒小勝ちして、WMC 日本ライト級王座時期挑戦権を獲得。2019年6月12日、サックワン・キンソング・ゴー・ツー・ザ・ラジャーにて、サックワン、キンソング・ライト級王座決定戦で、長沢サムエル・将校と対戦。2R 肘打ちにてカットを奪うなどし、5R 判定勝ちにて、サックワン、 キンソングライト級王座を獲得。2019年8月18日、ノックアウトに、初参戦。ノックアウト KO クライマックス2019、サマーキックフィーバーにてレブルズ、ムエタイライト級王者両太郎と対戦。3R2 分35秒中打ちのカットによる、流血で TKO 勝ち。2019年10月6日、レブルズ63、ノックアウトにて、レブルズ。 ウエタイライト級暫定王座決定戦でスワレック、ルークカムイと対戦し、5R 判定負け。当初は王者、両太郎の防戦戦でスワレックを挑戦者として迎え入れ行われるはずだったが、8月18日の KO クライマックス2019サマーキックフィーバーにて宮尾の肘打ちにより、王者両太郎が眼下低骨折を追い欠場。両太郎に勝利した宮尾が、 両太郎の代役として出場することとなり、暫定王座決定戦と認定された。2019年12月10日、ボム2から6、ザバトルオブムエタイシーズン部ボリューム6にて、王者、伊藤友の安氏の保持する、WMC 日本ライト級タイトルマッチに挑戦。5R 判定3から0のフルマークで勝利し、WMC 日本ライト級新チャンピオンとなる。自身3本目となる。 日本タイトルを獲得。2020年2月11日、テレマーカープレゼンツノックアウトチャンピオンシップ1にて元ラジャダムナン王者のシラー YZD と対戦。2R 判定にカラレーで勝利。2020年4月28日、フェニックスを離れて、キックボクシングを引退し、総合格闘技に転向することを表明した。2021年2月21日、 ディープ20周年ナンバーシリーズ100回目となるアニバーサリーイベントスカイチケットプレゼンツディープ100インパクト 20th アニバーサリーにて総合格闘技デビュー青汁王子こと三崎優太と朝倉未来の YouTube 企画朝倉未来1年チャレンジ合格者のヒロヤと対戦総合格闘技デビュー戦ながら無敵のテクニックを応用した高い適応能力を見せ 3R 判定3から0で勝利。この試合より、キックボクサー時代に所属していたフェニックスからケーブへ、所属を変更した。ありがとうございます。